皆さんこんばんは。今回ご紹介する天体はベック宇宙望遠鏡が観測しました。この天体ボルグ・ルンドマル・キュメロッテ、通称 WLM です。まずこの画像はベップではなくチリ北部のアタカマ砂漠にあるヨーロッパ南天天文台が運営する直径 8.2 メートルの主鏡が装備された超大型望遠鏡 VLT によって撮影されました。ボルグ・ルンドマル・キュメロッテは回転する円盤状のもので、地球から見ると端から見ている状態で矮小不規則銀河に分類されています。不規則銀河とは渦巻き銀河や楕円銀河のような特徴的な形状を持たないもののことで、しかもこのボルグ・ルンドマル・キュメロッテは銀河の中でも通常の数百倍規模が小さく、数億個の星々しか含んでいません。ボルグ・ルンドマル・キュメロッテは私たち天の川銀河を含む局所銀河群に所属しています。局所銀河群とは天の川銀河、大小のマゼラン運、アンドロメダ銀河、三角銀河の M33、他数十個のより小さな銀河を含む集団を指していて、ボルグ・ルンドマル・キュメロッテの矮小銀河はその端っこの方、ここに位置しています。私たちの天の川が属する局所銀河群の中でも最も遠くに位置する銀河の一つです。ボルグ・ルンドマル・キュメロッテ銀河は地球から見るとクジラ座の方角にある天体で、およそ約300万光年離れたところにあります。そしてベップ宇宙望遠鏡はそんなボルグ・ルンドマル・キュメロッテ銀河のさらに奥の方を観測しました。ここは以前にスピッツァー宇宙望遠鏡の赤外線アレイカメラでも観測したところになります。その鮮明さから見てもベップ宇宙望遠鏡の感度の良さがうかがえます。この銀河を観測することはいくつかの利点があります。まずここは局所銀河群の端っこの方で孤立した銀河です。銀河同士の衝突や合体した経験も一切起こしたことのない、混じりっ気のない星々を研究できること、そしてもう一つは300万光年という比較的近い距離にあるため、ベップにとって一度に多くの星を捉えるには十分な距離にあることです。そのためここは銀河の形成や進化を学び研究するには非常に適しているんです。そんな中、アルマ望遠鏡が予想外のコンパクトな星間分子雲の群れを発見しました。これら分子雲は星団が形成されるために必要な環境になるとされています。ここはかつて銀河風と呼ばれるものによって元素の多くが失われたと考えられていました。そのため水素やヘリウムよりも重い元素に乏しく、科学的に見るとかなり濃縮されていないガスで構成されています。それなのになぜ星団が生まれつつあるのか、研究者たちの注目が一気に高まりました。なぜならボルグ・ルンドマル・キュメロッテの混じりっ気のない初期宇宙の状態をとどめている銀河には何十億年も生き続けることができる低質量の星が存在します。そのような低質量星の性質や年代を調べることで遠い過去に銀河で何が起こっていたかを知ることができるんです。ごくごく初期の古代宇宙で生まれた小さな銀河は星がどのように作られ成長し進化するのかを研究する、まさにタイムカプセルのような銀河なんです。今後の分析や研究報告が楽しみですね。それでは今回はこの辺で。 Let's meet again next time. Bye bye.